ダンス覚えた？あ、今日もダンスレッスンあったんですよ。もうギリギリ覚えたわ。まあ、これは前々からあったんですけど、あのサイトがね公開されましたよと。ちょ、可愛いから見てこれ。更新するね。うおー、お、可愛い。まあ、これは5月からあるサイトなんですけど、これね、最近ねこの CD の項目がね増えましてね、あの最近このジャケットと参加クリエイターさんが発表されました。いや、こんな感じでね、あの作家陣がね発表されました。すごくないですか？なんで受けてくださったのかな。いや、本当に私も不思議なんですけれども、もうね続々と収録が終わっておりまして、まだちょびっとだけ残ってるけれども、めっちゃ面白いよこのアルバム。なぜならみんなの作風が違いすぎるから。いや、本当メンツもすごいんですけど、曲もめちゃくちゃすごいんですから。いや、もうハッピーセットですよ本当に。可愛い曲から、激ムズな曲から、なぜかバチバチのラップまであります。バチバチのラップあるのね、大丈夫かって思いましたけれども。ルディカミの新曲あるねえよ。1億再生したものの特権でしょうね。いや、ありがたい話、これあの6月から進行してたんで、ルディカミ全然まだ投稿される前だったんですよ進行するの。いや、ますます不思議なんだよな。ウィラップ来ちゃ、あ、これでもう街中でラップバトル仕掛けられても大丈夫だな。なんか私がラップバトル仕掛けられたみたいになってますけど、なってませんから。あの電車の中でラッパーに話しかけられただけですから、それで CD もらっただけですからね。ラッパーにまた出会うことがあったらこの CD を渡そうと思います。1曲ねガチラップ入ってるんで。いや、びっくりした、ラップ私歌うことあるんだって思った。私のチャンネルに1個なんかふざけラップがあるんですけど、クソオソ BPM のラップがあるんですけれども、そんなんじゃなくてもすっげー速いラップが入ってますっていうのと、画集の情報も公開されたよっていう感じです。これは8月の27日発売、みんな買ってね。すごいいい素材ですから、スバルの絵とかもいっぱい載せさせていただきました。もちろん私自身の絵も仕事の絵もオリジナルもいっぱい載っております。何卒。これは古典の新しいサイトができたんだって。いや、これあの違うんですよ、今日宣伝とかじゃなくて、あまりに配信をしてなさすぎて、してない間にいろいろあったよっていうのを言いたくてさ。ちょ、サイトめちゃくちゃ綺麗すぎない？六本木で行われる個展の詳細です。まだね、あの詳しいことはおいおい、多分今月中にもう一回更新されるんじゃないかな。なんかお渡し会とかあるらしいよ。なんか話したりするやつがあるらしいですよ。まあ、カミングスーン、カミングスーン。マスターピースの方のサイトも、ね、できてませんでね。何くれんの？一応サイン会みたいなものなので、あの私のサインをあげます。いらないですか？あ、そうですか。パシヒコ横浜のこのライブの件もね、また近いうちに抽選などが始まるんじゃないでしょうか。かっこいい英語だ。ライブグッズ、ライブグッズね、すごいよ。まだ公開されないんだけど、めっちゃ可愛いよ。特にペンライト、すげえものを作ってもらってしまった。ちょっとこれまあおいおい告知するんでお楽しみに。あ、雑誌の表紙めでたい。あ、そういえばそうだったわ。VTuber スタイルという雑誌の表紙となんかインタビューをねさせていただいております。はい、ぜひよかったら買ってください。あ、もうね、今デザイナーさんたちとかがさ、めっちゃ頑張ってマジで怒涛のグッズをね作ってくださってるの。やっぱライブと個展のグッズが両方別のものがあるからすごい大変そうなんだけれども、めっちゃ可愛いからマジで楽しみにしてて。なんかしぐれうよが興味がなく、私の絵だけ興味ある人も楽しめるようなグッズがありますので、ちょっと楽しみにしていただければなぁと思います。ランドセルある？ねえよ。きめえな。ランドセル自分で買ってください。いいと思ったら高評価、グッドボタン、チャンネル登録お願いします。チュッ。